はい、ともかちゃん、はい、どうもありがとうございました。えっとね、うん、今日のアンケートが誰かと話をしているときに電話がかかってきたらどうするかと。ーー A がはい電話を取る、はい。B は話が終わってからかけ直す。はい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 。うん、これ私は話が終わってからかけ直したいんですよ本当は。本当は。本当は,本当はそうなんですけど、はい、例えば会社の電話を取ってる時に。 自分の携帯が鳴ったらみたいな話ですよね。まあまあそうですね。そういうことですよね。うんうん、か自分の携帯をしてる時に会社の電話とかがあると思うんですけど、うん、あの仕事上の取材相手の人からうん、うん、アポを取ろうとしている人からだったら、うん、取ってしまいます私は。そっち優先するということね。えっとですね、あの両方ともと話したいんですよ私は。うん、両方とも仕事の案件だから。はいはい。 だけどこれを取り逃したら当分つながらないかもって人っていらっしゃるじゃないですかお仕事してる最中だと、うん、そうだからどうしても、あのー、取りたい場合はこっちの初め取ってた人にちょっと待っててもらっていいですかって言って取、うん、ってこのあとちょっと後にかけてもいいですかっていうのを。 一回言いますなるほどねそそううまあまあ電話してる途中じゃなくても普通に人と話し,してる時に携帯になったらどうするのーいやいろいろ相手によりますね。見てから,てからあこれ今取った方がいいかなとか判断すると。とかその喋ってる人にもよりません。うん、あ相手ね。そそうそうごめんねちょっと電話取っていいって言える人だったら。 言えるけどね。ああ言えない人もいるからね。そう難しい。そうね。誰からかかってきたかとかね。誰と話してるかで違うよね。そう,そうなんですよ。うん。ええ、うん。ああとうん、うん、全然関係ないんですけど、うんうん、誕生日のことがヤフーニュに載ってましたね。あらしいですね。なんか私さっきニュース読んでる最中にちらっと言われて、えー、どういうことどういうことってなんで私が誕生日だと乗るの。 中身は見てないんですよ。すご,すごいじゃないですか。ちょっと意味はわからないんですけど。<laughs> うん。いやすごいなと思って見てましたよ、僕。本当ですか。うん、なんかちゃんと見てないので、うん、変なことは書かれてない感じですか。大丈夫ですか。いやいや、あの、うん、昨日あなたがおっしゃってた私一人じゃないんだみたいなことがコメントで書いてましたよ。辛い。<laughs> <laughs> <laughs> 何それ。いやいや、書いてましたよ。あ、そう、なんか、あ、ね、そんなことってあるんですね。知らないうちにそういうことになったりとかもあるんですね。なんか、えっとね。うん、ご自身のインスタですかね。あはいはい、の写真かな。うん、が、はい、載ってましたよ。はい。すごくない。誕生日がヤフーニュースのるって、あんまりなくないですか。そうですね。うん。ああなんとも言えないです。はい。 でいいサービスで。あ、そうですね。よし。お願しよ。十歳楽しそうだな。いろんなことありそうで楽しそうで。そうですね。どうされたんですか昨日は。いっぱいいんなね、なんかプレゼントともいただいたんですよね。いやそうなんですよ。もう嬉しくて、いや当分食料には困らないというか。そういうこと？いやあの肉をいただきまして。ええ。あの。 すごいいい肉だったんですよ会社の人からいや2枚食べました帰って一人でうん美味しかったえ食べ物が一番嬉しいのいやいやもう幸せでしたあそうでトマトとか食べながら「え何?」っ当分私すごく豪華な夕食だわって思ってはいえケーキは ケケーーキキなんかあーケーキとかと何が誕生日にかいや<の>だって一人だとホールで買えないんじゃないですか、ね、誕生日ケーキの醍醐味っていうのは「なんとかちゃあお誕生日おめでとう」みたいなのが書いてあってそれがピコって貼ってあって「うん、いやすごい美味しそう」みたいな。 ねえ今日中に全部食べちゃうとか言いながらあれじゃないですか。なまあそう自分で買う感じではないもんね。そうですよ。ね。うん。私誕生日なんでここに友が誕生日をめとって帰ってくださいって言いづらいもんね自分でね。あ言いづらいです。ね。うん。そっか。え甘いのもらおうかったの？甘いのも。いやだからちょっとずつちょっとずつ。あちょっと。幸せだなと思って。あそう。ケーキなんてなくった。 で、お肉あればいいんだ。お肉もある。もう、ありがたいですね。あ、そっか。幸せに満ち溢れた。え、じゃ、もう、今、あれな、色気より食い気なんですね。うん。あ。うん。うん。どうした。いや、なんか寂しいなと思って。なんで。色気より食い気。まあ、そうなんですよ。だって、今、ね、今の話だと、そうじゃ。んそう、色気とかはないですね。うん。食い気。 そうですかまあでもねおいしいの食べたらね幸せな気分になるからねそう幸せになれるんですよねって思いましたそうですよ幸せだなと思ってあそう本当に幸せな気持ちになりましたよかったねなんだろうなんだろうこんなに幸せなのに湯に落ちてないんだよなきっと自分の中で。 うん、なんいやんか最近引っかかりがちで前まで全然気にならなかったんですよ「うん、今幸せじゃい」みたいな「一、はい、人万歳」とか思ってたんですけど、はい、なんでなんどうしたんだろうキイちゃんがいるしうんキイちゃんはね肉は一緒には食べれないああそうか、うん、あ何お肉をじゃあ一緒に食べ,れる食べてくれるような人がもう欲しいってことですかいやなんかわー上等お肉ーって 誰かと言言いいいいたいいいたいなるほど、ね、<laughs> うわ上等肉もらったんだって、うん、あの帰り際にいた人に3人ぐらいには言って帰りましたけど、うん、まあ一緒に食べるわけでもないしなでも誰かに伝えたいみたいな。ああなるほどね話,話し相手が欲しいってことね。あーうん

<laughs> 人がいい。あ、は人,人がいいってことね。なるほど。人がいい。わ <laughs> かりました。はい。じゃあ、いろいろ頑張りましょうね、四十歳ね。はい、頑張ります。はい。はい。ありがとうございます。元気出してよ。<laughs> 頑張ります。ありがとうございます。<laughs> ありがとうございました。<laughs> いやー、そうか、そうなんだね。まあ、でも、美味しいの食べたら元気なのからね。はい。え、お昼のニュースは報道部ニュースセンターから竹中智香アナウンサーでした。 はい本日のアンケートはですね誰かと話してるときに電話がかかってきたらどうしますか A どちらかというと電話をすぐに取るごめんねちょっと待って電話だから電話取っていいっつってね、はい、B いやどちらかというと話が終わってからかけ直すごめんねさっき取れなくてつってはいどっちでしょうかさあそして昼ボけのお題このお題今日までですね宇宙ステーションで密かに行われている行事って何 でボケてくださいこれはいいお題ですよね懸命に昼ボケと忘れずに本日もアンケートを昼ボケともに張り切って参加してみてくださいゆたしくはい本日のアンケートはですねあなた誰かと話をしている時に電話がかかってきたらどうしますかえ、A、まあ、どちらかというと電話をすぐに取る B どちらかというと話が終わってからかけ直す B ですね僕圧倒的にはい普段あのずっと音切 てることが多いんすよあの別にオンエア以外でもだからたまに見てあ着信だって言ってかけ直すっていうことがほとんどですねはい皆さんどうでしょうか行きましょう一発目ひぶさんこんにちはゆいゆいですあゆいさんあのー、ダールバーでも言ってますけどありがとうございます本当にきーオンエア聞いてくださいねはい 話をしてる相手と電話をかけてきた相手にもよるけど、どちらかと言ったらアンサーは A だはず。そもそも私に電話って仕事絡みか子供絡みしかないからさ。電話がかかってくるってよっぽど休養に違いないから電話を優先しちゃうはず。して今、履歴見てみたらさ、今年、誰からも電話かかってきてない。爆笑。えではでは、ヒーブん時間まで読んのは頑張ってね。えー、まあ、もう、み、みんなもう LINE ってことか今。 多分電話以外のあれでやっ,てやってるってことかすごいな、えー、はいありがとうございますほとんど使ってないんですかねうんありがとうございます、えー、すごい僕はあの今オンエア始まった時に着信がありましたからね <laughs> 頑張らんじゃいけんなって思いますよねなんか <laughs> イブさん D さん皆さんチャーガンジュ今日も聞いてますチョロスケスこんにちは今日のアンケートは B ですもちろん目の前の相手が優先で話を続けますビジネスでは当たり前ですただしよっぽどの理由の場合は取るけどどっちよひゃだからよはいチョロスケさんありがとうございますよっぽどの場合がだからどういう場合かですよねうん。さっきのユいさんの私の電話が鳴るときは絶対子供関係か仕事だから ちょっと分かるな、うんえー、アゲナのハーメイは B ってことあ久しぶりですね C じゃ地元の先輩ですねこんにちはスマホに変えてからブルブルもピンポンも力んだから後でかけ直してるさたまに12日ぐらい忘れてうっちゃん投げてる時もあるさガラケーの時は音がピンポンパンポンってマギーで恥ずかしいからすぐ出ていたのにとすいになってきたやつさ うんタイトル「音が出ない」って書いてるんですけどいやいやいや <laughs> 先輩設定だと思いますよスマホ書いてるか音ならんくなってるじゃないわけよなるわけよブルブルームできると思いますよ <laughs> はいありがとうございますえ見てみてくださいねボリュームっていうか着信のうん皆様こんにちは埼玉からようちゃんですこんにちは 今日はアンサー A です私は電話をかけるのが苦手なのでかかってきた電話を取る方を優先してしまいますあ、なるほど電話自体が苦手っていうよりは電話をするのが苦手ってことねあはーはい、ようちゃんありがとうございますなんでかけるのが苦手なんだろう取るのは大丈夫なのにえー、なんでかねこれ1 2 3 4押しにくいってことかね <laughs> <laughs> はい <laughs> ありがとうございますラジオネームクラッチカーゴかがしらさんはいこんにちはどうもこんにちは答え B 仕事の話になりますが配達の納品先でお客さんとやり取りをしている時に携帯カッコスマホではないから鳴り出しても取らないですね今はこちらが大事なのでお客さんとのやり取りが終えた時にリダイヤルしますはい さすが目の前のお客さんを大事にしてまあまあそうですよねお客さん対応中だったらねそれはもうあからですよね絶対はいありがとうございますあスマホじゃないんだうんはいヒップさんスタッフの皆さんラジオ聴きの皆さんこんにちはやんまる福木並木からリリリスマイルリンダですこんにちは今日のメッセージテマアンサー B ですリンダは仕事柄電話は3コール以内に取る っていう習慣だとて電話中にクレーム対応中だと切るに切れないからスリーコール以上なっている電話取れずかけ直したらこのお客様からもなんですぐ電話取らんかっていうクレームなんだな大丈夫大丈夫大丈夫って自分をなだめて気持ちを切り替えてまんもす <laughs> はいスマイルリンダさんありがとうございますそうが電話してるときはもう電話は取れないですよねだって今これ この取って今喋ってる電話もクレーム対応中なんでしょごめんなさい今電話なってるんだよって言ったらまたまた相手おわじいもんやんうん。でまたかけ直したら「無がひすぐ取らんうって言われるって引き合わないねもうねは、はい。ありがとう。りんダさん大変だなあはい。あのアンケート戻る前に朝さ言うの忘れてた「だ離島フェアの宣伝したさ」したらよ「あのだ家島のよ役場の皆さんからまた差し入れ番内いただいてますよ」。 ありがとうございます、もう。いつもすいません。聞いててくれたかなはい。ありがとうございます。さあ、本日のアンケート、誰かと話をしている時に電話がかかってきたら、A、どちらかというと電話をすぐに取る。B、どちらかというと、話が終わったからかけ直す。うん。ヒープ遊ぼう、あソボルパンがした藤子ちゃんなのだ。はい、こんにちは。え、電話優先してる。だって、かけ直したら電話料金が私持ちになるさ。 相手が要件あるんだから相相手手持ちにしたい相手が友達で電話を取れなかった時は LINE で「電話した?」って送るはい <coughs> タイトル「たまに電話ちょうだい」ってメールする友達いるよね <laughs> はいありがとうございますうん僕まあそこまではそんなにシビアには考えないですけどあのねうーん 仕事上というかあれでフリーのメッセージですいません手書いた時に電話くださいって来たりするんですよな,なんかなんか腑に落ちない時あるよねなんか電話し,しますけどなんかちょっと違うなっていう時あるんだよなこんにちは鎖骨捜索中ですよこんにちはアンサー A 鎖骨携帯のプランに無料通話入れてないさあね分からんどうや <laughs> あそうね 鎖骨から電話したら20秒につき40円だったかとにかく電話代がよを死に高いわけよ。だから絶対鎖骨から折り返し電話することはない。ラインで繋がってる人ならライン電話するしなんならワン切りする。出たワン切り。甘 <laughs> <laughs> から甘からかけらすパターン。あそう。はい。もうみんなあんまりあれだなダイレクトにみんな電話もしなくなってきてるのか。なんか。 ああよくないっすよワンギリは国会よって相手思うやっぱりワンギリ対決になる時あるねこっちがワンギリしたあっちもワンギリです一応電話したけどみたいな一応ね規制事実作らんきゃいんさね <laughs> 全然話進まないしじゃあ、はいさイープツトですこんにちはお題の返事は B お客様と話している時は話が終わってから折り返しかけ直す電話をかける時どれぐらいで切ります かかってくる電話よ大体20秒で切られるから早いよ2分は待ってほしいなちょいちょいちょいつともさん2分ずっとプルプルプルさせれってことノ、no, no, 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 no. <laughs> ーノ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 ーハーハハ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 ルだハハ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 ハ 5やって取らんかったらもう切るなそうそうそうなんすよ3は早いなと思うんすけど5だな俺は <laughs> もう2分鳴らしてたら勝手に何かに切り替わるんじゃないごめんなさい今取れませんみたいなねーヒープーさんヒージャーパイセン愛してますお年玉まだですか私です皆様におなじみの神です <laughs> シリフレンドリーロー神や さあアンケート電話の相手によるのの B 電話の相手が学校かっこ子どもたちのなら一緒にいる人が誰でも断りを入れて出る急病とか怖いさそうなまあ本当の理由は4人分のクラスや担任の名前を覚えていないからかけ直す時に困るだよね基本的には他は全スルーで家族ならかけ直しもしないかなはい神さんありがとうございます。 やっぱちっちゃい子供がいる時は急病っていう可能性が、ね、あるからやっぱちょっとビクッとするわけですね。担任の名前覚えてないからかけ直すときに「あっ何とか先生いますか?」って言えないってことですね。<laughs> だあのあのよ「わったわらばら先生よ」「わったわらばら名前はよ」ってわったわらばら名前言うっていうね「何年何組よ」っていうね <laughs> うんそうか子供いっぱいだでもそうなるのか。 なぜかというと、今電話の途中だからさーって言って、ささっと電話を切れるからです。緊急の連絡なら電話がよろしいかと思いますが、こっちの事情もお構いなしに長電話する人いるじゃないですか。友達だからしょっちゅうイルスするわけにもいかないのでたまに取りますが、今ご飯作ってるところって言っても、はい、ごめんね、してからさってってから、内容がない電話してくる人いるじゃないですか。あれ非常に苦痛なんですよ。恐怖なんですよ。以上です。はい。 花のル乃さんありがとうございますそうなんですよ電話って相手の時間を固定というか固めてしまうんでだからちょっと気使うところあるんですよねそうなんですよこれ気をつけた方がいいですねああご飯作ってる二丁もんやしてからさーってぬんやがや <laughs> <laughs> 思わ <laughs>、えー、アギジェさん、はい、こんにちは明け いやもう過去最短だなこれ明けましておめでとうだろう多分なアンケート帯一応話してる相手にもよるけどねあと着信の相手にもよるねこの前デパートのトイレしてる時に隣に入ってきた人が電話かかってきて取り寄ったやつさ小声で「はい大丈夫です」ってって「が大丈夫よや」や俺はトイレでは電話は取らないかな取らないでしょああはいアキジェさんありがとうございますいやたまにいるんすよあの なんか高速のトイレとか入ってたら「はいもしもしはい大丈夫大丈夫」大丈夫うん「3つ3つ注文しとって、はい、はいはいはい」っつって「丸聞こえ」なんですよ。<laughs> いや大丈夫じゃないだろ今って思うんですけどねあれねバレてない地名かもしれないですけど電話先って意外とみんなバレてるんですよ。なんかねトイレとかは響いてる音が。あと「国は今はい」 わかりましたすいませんって言ってるけど寝て電話してんなっていうの分かる,分かる <laughs> そう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 仰向けとかなんとなく分からんあれ電話のニュアンスでこんな眠りだからってるなとか <laughs> <laughs> あと歩きながらとかもねすぐ分かるからね気をつけた方がいいですよはいはいなんかツイッター見ててもあんまり撮らない人が多いかなあ あんまりもう最近電話かかってこないなぁとかねそういう意見多いですねへえおいウミンチュ・ハルサーさんこんにちはアンサー A です相手にもよりますけどなるべく電話から取りますねこれが会社の上司とかになるとかけ直しするだけでなんか緊張してしまうのでではでは時間まで呼んだねはいウミンチュ・ハルサーさんありがとうございます上司にかけ直しするの緊張するうーん 上司から着信あって気づかない方が緊張しない。なんか。と、取れなかった時の方が。なんかね。うん。はい。ありがとうのうやがや。何のトラブルかなと思うよね。うん、いいわ。父デビル、ボディービル。ラジオネーム、島上織です。<laughs> はい、こんにちは。久しぶりに聞いたな、これ。アンサー A。話し相手に、すみませんと一言言って電話に出ますが、話したくない相手なら出ずにすぐ切ります。 このシージャーは話が長くなりそうだなと思ったらアラームをセットして電話がかかってきたらご安心して話して上司からなので職場に戻りますと言って家に帰りますはい。なるほど島上りさんありがとうございますこれは対面で話してるシージャーが「あこれまた話長さっさ」と思ったらこっそりあの携帯でアラームをセットするっていうねでもあれアラームノートってバレるデリリリ デリリリッってっつこれもなだからなこの話長そうな人の話をどうやって切り上げるかっていうのはもう永遠の課題ですよね。こっそり俺も一回俺に電話してってはいありがとうございます。えー こんにちはラジオネーム LLP ですこんにちはアンケート B プライベートはかかってきた相手次第ですけど仕事中は終わってからかけ直しますでも相手がそんな状況になった場合はどうぞって言ったり出てくださいっていう雰囲気は出しますよ優しいでしょかっこ爆笑はい LLP さんありがとうございますあ僕もでもそうですね誰かと話してる時に相手の電話になったああどうぞどうぞって言いますねはいうん これも,、ね、もうほん細かいことなんですけど何ていうのかな今みたいな状況でね僕と結城が話をしてるとするじゃないですかで結城に着信があるとするさねで俺が「あいいですよどうぞ取,取ってください」って言って「あすいません」って言って普通どっか行くよね。俺このまんままんまここで喋ってる人って大体友達になれないんだよなわ <laughs> かりますああああ大丈夫大丈夫今あ、あ、オッケーはいはい。 うん、ええー、じゃあ何度や!」って言って「すいませんなんか電話」ってなるこのなんかこの感じがもう俺なんかちょっとね友達になれない気がするんですよこういう人って <laughs> ちょっとなんか逃げてほしいねそうそうそうなんかねはい。 今日のアンサー B 今話してる相手に失礼だから後でかけ直しますね私の知り合いに電話をスピーカーにしながら喋る人がいてさ話してる途中に旦那さんが帰ってきたら急に旦那さんと話したり子供と話したりする人がいるんだけどありえないですよねはいいいですねタイトルクソ女思い出した <laughs> <laughs> 最近ねスピーカーにしながら話す人多いんですよねあれなんでなのかね、うん Twitter 見てたら千葉っちさんが「あそういえば鉄道マニアの友達が今まるの付近を走ってるでしょ」っつって電話口で場所を当ててきたガタンゴトンのリズムだけでどこかわかるらしい恐ろしいねえー、もう何にもアリバイ作れないし何友達何ね金田一少年ね <laughs> <laughs> ヒープーさん、ともかさん、林京子先生、大原恵子先生、加藤太蔵先生、皆さんこんにちは。いつものんびり青い野球帽子です。いい天気ですね。今日いい天気ですね。はい。アンケートへ。仕事では、たとえ会議であろうと緊急性があるかもしれないので、すぐ取るようにしています。ワン以外の職員が。ではヒープーさん、時間までゆたしく。あ、なるほど、会議中にね、この職場の電話が鳴ったら、ワン以外の人が取ってると。うん、これなんで書いてきた <laughs> <laughs> また職場にてわじっとんだ。あにゃ、いや、いどう、どうで、若投しがまた、大丈夫か、うん、ね、ルームやるそんでってならない、大丈夫ね。んあのんびりしてるから、か、これで通るか、今。<laughs> <laughs> <laughs> いや、のんびりのほど、いや、のんびりふう、ふ、ふ、あらにや、本当は。<laughs> 一人で渡ろう、そうしてからや。<laughs> <laughs> イブさん、こんにちは。ミーバイマルバイです。こんにちは。 アンサー B です。相手に失礼だから取らないよ。後でかけ直せばいいからね。以前電話を取って気まずい空気が漂ってエフーなんだったからね。逆に自分がされた時はムカつくから相手も同じ気持ちかもよ。俺と話してるの、急にお前電話取るかつってあ。あんまり別はここ僕はあんまりこだわらないですけどね。あ、どうぞどうぞって言いますけどね。皆さん、こんにちは。ニコハイタツヨカツのシシアです。はい、こんにちは。早速アンサー B。 仲のいい友達と話してる時なら電話取ろうなーって言えるけど普通の人と話してる時は失礼と思って絶対取りませんなんなら営業してるのでお客さんと話してる時は取っていいよって言われてもいや今はあなたが大事なのでジラーして取りませんでも折り返しも5分以内にはしてますよはいよかつのししやさんありがとうございます今はあなたが大事なのでジラー 一回やってみてみ見てみたいから <laughs> 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 こんにちはベゴニアですこんにちはアンケートへ彼から電話かかってきた時に秒で取らないとやばいすぐにかけ直しても絶対に取らない一生音信不通になる今その状況にりマスカヤー字威張ってるな彼ないやなや電話代もったいないと思ってないかもしかしてうーん はい、ベゴニアさん、ありがとうございますえぇあ,あいつあ、あいつめーめ <laughs> メだよ、こんなしたらあーしゃ、意地悪しないでこんな変な意地悪ははい、ババンのコーナー、えー、ラジオネーム宮平特選隊ギニューさんの深やくんにババン一泊二日で福岡に行ったみたいなんだけど よかばいとか、語尾にばいって、死に言いがち。はい。ぎにゅうさん、ありがとうございます。うん、新薬とも友達には、ちょっとなれないかもしれないな。<laughs> すごなや。<laughs> すごい影響される。はあ、し。<laughs> さあ、では、お誕生日。えー、ヒえ、さん、こんにちは。今日はみんなの大好きな。 イモリー・タカツグ・ジージーの65歳の誕生日です。声が大きくて怖い顔のジージーだけど、休みの日は公園に連れて行ってくれたり、お菓子や洋服を買ってくれたりして優しいです。お酒の飲みすぎに注意してこれからも元気でいてほしいです。キアラ・クラン・ミヤ・アリナ・ケンショウより。ということで、お孫さんから来ておりますよ。イモリ・タカツグ・おじいちゃん、65歳の誕生日、おめでとうございます。はい。はい、久しぶりだな。皆様、こんにちは。ラーメンマサと申します。 通称マソですこんにちはさて1月20日本日はおいらのお母さんのお兄さんの奥様やんばるは気丈化に暮らしているエイミーおばちゃんエイミーおばちゃんの生まれ b i ィーパチパチ74歳になるんだはずおいらが18歳で沖縄に帰った時は39歳だったんだはず今はちょくちょく「はあもう年だからよ」なんて言うけどエイミーおばちゃんたらや全然昔とか変わらない元気もりもりなおいらのうちのあのもう一人のお母さんなんです これからも元気もりもりで、長寿の里、気丈家の地で、80歳の壁を軽々と越えてくださいます。そんなおいらのお母さんに、ヒープンさんからもぜひ、うんをお願いします。エイミーおばちゃんに、これからも、まソまソ幸あれ。はい。ラーメンまソさんのおばちゃんか。はい。エイミーおばちゃん。74歳のお誕生日、おめでとうございます。はい。こんにちは。千葉の幻のカンパニョロニョロと申します。はい、こんにちは。 明日21日土曜日で70歳を迎え、ついに荒こきとなります。すごいね。この年まで怪我や大病することもなく健康に過ごせたことを親に感謝しております。これからも続くことを願って、ヒープさんのうんうんをお願いします。最近は聞くだけリスナーですが、ほぼ毎日ラジコで皆さんの投稿を楽しませてもらっております。今も仕事は続けております。楽しみはたくさんありますが、休みの日は大型バイクに乗って関東近郊へツーリングに出かけております。 まだまだこれからも楽しんでいくつもりです。ちなみにこのバイクに ETC 標準装備です。皆さん、40、50はまだまだ花垂れですぞ。人生ゆっくりじっくり楽しんでください。いいですね、先輩。最高。あ写真も添付されてるな。幻のカンパニョロニョロ。かっこいいね。いや、先輩。素晴らしいっす。かっこいい。はい。70歳の誕生日。幻のカンパニョロニョロさん、おめでとうございます。 こういう先輩がいるとね年取っていくの楽しくなってくるんだよなえーひぶさん去年開催された海中道路730イベントで久々に会えてゆんたくもできて嬉しかったです元気をもらいました今度は公開放送で車のイベントを会えたらいいですねっていうのはうるま市旧車大好ききよみさんはいこんにちは去年も誕生日メッセージ読んでくれて嬉しかったです今日誕生日54歳になりましたよろしくお願いしますということではい旧車大好ききよみさん 五十四歳のお誕生日おめでとうございます。そうですね。また会えたらいいですね。イブさんこんにちは。グミペコパパです。こんにちは。今日私の五十一歳の誕生日となっております。今年も一年仕事に遊びに頑張れるようおめでとうお願いします。はい。グミペコパパさん五十一歳のお誕生日おめでとうございます。いやあ五十代楽しいっすよ。でですね。神水アンリーが今日誕生日なんですよ。そう。 ルパンがした藤子ちゃんヤンバルカンガルーポーさんバター青地そさんよしあつさんからも来ておりましたはいアンリーお誕生日おめでとうございます相変わらずお美しいですねアンリーさんはいでは1月20日お誕生日の皆さんまとめておめでとうございますはいハッピーバースデーふんフ,フォワい え本日金曜日そして週末お誕生日の皆さんの向こう1年間が絶対に健康で、うん、そしてデージ笑える楽しい1年になりますようにおめでとうございますこっち食べてくださいね肉食べた方がいいんじゃないかなと言っておりますよはい はい、ティーサージパラダイス順調にお届けしておりますが、この時間はスタジオにゲストがいらし、いらしておりますよ。はい、えっとね、アスリート工房の福里武さんです。こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい,はい、お願いします。福田さん、せ、え、ん、ー、先週誕生日だった。そうですね。<laughs> そうですね。一月十二日で、えっ、ー、と、ついに五十二歳になりました。五十二歳。はい、ああ、おめでとうございます。ありがとうございます。ね、はい。世界で一番早い。 タケシですよね, <laughs> タ<ケシ> <laughs> ねこの前も、ね、いろいろとお話 <laughs> けど世の中にたけしいっぱいいるけど、はい、多分おそらく世界で一番早いいじゃないそうですねすちょっとキャッチコピーでいろいろとね奥さんと模索,、ね、模索してたんですけどね<え>最後にたけしつけた方がいいんじゃないかなというと<え> <laughs> 俺も今でも思ってるけどね <laughs> はい。 今年もね、明けましたけれども、はい、なんか今年チャレンジしたいなんでしょうかね、記録というか、大会とかありますまあそうですね、まあ、記録もそうですけど、うん、まあ記憶に残るみたいな、何言ってるか3月にですね、僕、5年ぶりに世界大会出るんですよ、はい、個人種目で。 あ、個人賞でリレーじゃなくて、はいはい、リレーじゃなくて、まあそこにまあ今年のピークを持ってくるように今頑張ってます。三月ったらもうあと二ヶ月ぐらいか。もうすもうすぐ近くなんですけど。それどんな大会なんですか。えっと世界マスターズ室内陸上って言って、室内陸上。はい屋内であのやるんですけど、百メートルはなくて、直線の六十メートルみたいな。っていう競技あるんだ。はい。それでちょっと。 世界一速い竹志を目指して、はい、頑張っていこうかなと思って <laughs> それって 60m って <laughs> そ<れ>室内のえっとどれぐらいがもうラインなんですか記録っていうか、ね、ちょっと微妙に60って分かりづらいじゃないですか50だったら分かるけどそうだね微妙に60のタイムいってもみんな多分ほとんどのラジオのリスナーさんとか母だと思うんですけど 100m だったらね 100m 分かるじゃないですかもう、ね、あと50も大体分かるんですけど、うん、60m ってあんまりイメージつかないんですけど、うん だいたいた50歳過ぎて 60m たぶん今回優勝ラインは、えっと、7秒3から4ぐらいの間かなって見てるんですけど7秒かはい、はい、<ー>それをちょっと目指してやっぱ頑張ってますはい,い今ちなみにどんな感じなんですかまあ とかぐらいってるでででママジジじゃちょっと世界マスターズのライバル同じ世界のおっさんどのぐらいエントリーしてるのかなって見たんですよ各国の各国の多分まだまだこれから一気に受付増えると思うんですけどチェックしてますライバルってやっぱりみんな外人なんですよ当たり前だと思うんですけどやっぱりヨーロッパとかアメリカ強くてその中で僕今ランキング1位になってますねあ嘘。はい。 マジではい。あ、いやいや、もうじゃああれやし、油断しなかったりすそ,そうなんですよ。まあ、油断するんだよな。油断するんだよ油断するんだよ、これ、当日に。はい 靴の紐も,もちゃんと結ばんし <laughs>、はい、本当にはあと感動しすぎてもう優勝したと思って感動して実際走れなかったっていうケースも過去にあるんで <laughs> 今日ダメだよ今度の大会はあの朝泣いたらダメだ,よだそうですねちょっとイメージトレーニング過剰イメージトレーニングがダメかなと思って今から決勝やるのにもうイメージトレーニングで優勝したイメージやって泣いてからに、はい、実際走ったら2番だとはい俺分も考えたんですよ <laughs> <laughs> 朝 あの人にこいよ。やってないのに。なんで泣くば。どうなんですよ。もう僕優勝すると思ってたんですよね。<laughs> 終わってから。引き寄せの法則で。終わってからもう、はいもう。そう、もう油断しましたね。あの時は。もう油断しないでください。はい、今回やりました。楽しみっすね。じゃあね。はい、はい。さあ、今度の日曜日ですね。はい、これはまた楽しそうなイベントがありますね。もうね、本当僕の、もう。 もう念願ですね、うん、あの国際通りって全国で一番、まあ、ある意味沖縄で有名な場所じゃないですかです、ね、修学旅行も来るし。はい だからそこでまあ子どもたちとかもう誰でも,もうダッシュしてたくさんの皆さん集まった中で国際通りをまた活性化してまああのスポーツというイメージも作っていきたいなということでえ国際通りのまあダッシュイベントを開催することになりましたすごいですね 1>、はいえー、第1回国際通りダッシュ大会。はい もうズバリこれは国際通り走るわけですねそうですね今回は1 0 0ルちょっと長いんで、うん、クォーターダッシュっていう感じで大体、はい、4分の1で2 5ル走を走るんですけど、はい、もう本当陸上の大会みたいなのゴールした時に何か電光掲示板あるじゃないですかうん、うん、あれも持ってきてちゃんとした感じで走るっていうことで<ー> 2>, まあ 2, 部2部制あって一部がまあ国際のダッシュ大会で予選決勝あって。はいはい それがまあ小学生の部はいはいですねで二部はまたその終わった後にもう誰でも参加できるということですねあなるほどまあヒープーさんとかでも大人でも参加できる大人でも,も誰でも参加できて親子で参加したりはいまあまあ職場で参加したりとかも誰でもできてまあ豪華景品もありますしいい、ね、はいはいあのゲストの皆さんもですねまあ陸上関係だけじゃなくてはいまあハンドボールのアガリエ選手だったりとかおおえっとバレーボール長い サトシ選手だったりとか、はい、キックボクシングの中村宏樹選手だったりとか、はい、まあすごい選手が、えー、一度に集ってジャンル関係なく楽、はい、しむと、はい、いうイベントですね。へえ<ー>、はい、これいい企画ですね。はい。うん、二十五メートルってどんなですか？じゃ二十五メートルはですね、はい、僕もあんまり走ったことないんですけど。 複雑さ走ったあっという間に終わる感じもう多分あ,あっという間に終わると思うんですけど、はい、ただ 25m っていうのは野球の累幹でも約 27m とかじゃないですか意外とちょっとダッシュで誰が勝つかなっていうのもまた見どころだと思いますしなるほど、ね、意外となんかちょっといい距離かなと思ってて僅、ね、差になるかもしれんねそうですね,なんかねはいコンパクトで。 はいあのこれダッシュの楽しいところって何ですかよく僕も言われるんですけど、うん、ダッシュしてる時にあのネガティブなこと考えないじゃないですかやってる時は絶対そうです、ね、関係しないじゃないですかしないですねだから無視になれるなるほどダッシュはイコール全ですね全全<善>はいはい お寺とかでと僕は思ってるんですけど何級よりかっこいいこと言い始めてる前こんな話してなかったんじゃないですかいつ考えたこ今ちょっとひらめいたんですけどただダッシュしてるってんていうかただただゴールに向かって緊張もするんですけどただもうそこだけ一生懸命走るじゃないですか全力で走った後にハハするじゃないですかそれが楽しいんじゃないですかね終わったあとすっきり感みたいな。 爽快感爽快感<ー>大人だったら全力疾走しないじゃないですか、はい、しないよー俺えちょっとちょっと今日仕事帰りにダッシュしていこうぜーとかねなかなかない、ね、全力疾走しようぜーって泣い,てな,いですかなかなかない絶対転ぶ俺今膝 <laughs> 絶対転ぶ。うん なんで,なんで、まあ、年に1回とかね、ちょっとダッシュを楽しむイベントもあっていいのかなって今思ってますね。25メートルっていうところがいいですね。100だったらちょっとない、い無理だよってなるけど、はい、25だったらなんか、そんなにね、別に普段からダッシュしてない人でもいけそうですよね、はいはい。もう多分怪我もあんまりしないと思いますし、あ,<ー>はい、あと、いい思い出になるのかなと思ったら、ここまあ、あのなんていうか、 そうかそういうれもちゃんとコースも作って、はい、インスタ映えっていうか何とか映えみたいなするじゃないですか無矢、はあ、が何とか映えって、はいなんか <laughs> いい思い出になるのかなと思ってます確かにはい、はい、あメール来てて友文、はい、さんっていう方から「複雑、はいえー、さんジュピノリの仕上がり具合どんなになってますか?」って そう、あのう、エとして、パッションやらさんとジュピノリが。来てくれるんですよね。はい、はい。どっちかって、やっぱ、このパッションさんも、あのマスターズ陸上を登録してるし。ジュピノリも、この、なんていうマスターズ陸上前ね、一緒に行ったよね、はい。世界大会も行ったんですけど。最近、練習さつでも、来ないんですよね。はい、あらら。 ちょっっとと人気出すぎてやぱり忙しい思うんでけど最近ちょっと来ないんですけどそろそろちょっと世界大会もあるのでちょっとコラボして練習も誘ってみようかなと思ってますね。ジ備のより一応 MC あるけど走りもするの25メートル。どうですかね多分走ると思いますけどパッションさんはですね毎回毎回走ってって言うんですけどほぼほぼ拒みますね。 かちょっとやっぱり至る所にちょっといろいろと節々ちょっと痛いんじゃないですけどそういう世代もうジュピードにもファッションも。 もうそういう世代ですから、確かにね、はい、<ー>無理をできない世代だと思います。そうか、いいですね。はい。じゃあこれ参加したい場合どんなしたいですか。もうね今回はもう当日あの来ていただいて、はい、すぐバンバン走るって感じなんで。マジで？はい。現場行けばいいわけじゃん。大丈夫です。で<ー>小学生に関しては予選決勝とまあ大会とか記念メダルもあるので、<ー>小学生の子に関してはまあ12時からあの受付して1時に開始なので、うんはい、まあちょっとだけ早めに行って。はいはい、そうですね。ね あでまあ,あの一般の部のエンジョイダッシュに関しては、まあ、3時ぐらいからまあどんどん来た。はい あのメンバーどんどん走っていくという形なので楽しいと思いますね。当日受付 OK ということですね。あの国際通り長いですけどだいたいどのあたりでやってるんですかね。あの天ぷス館ですね。はい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 一番目立つっていうかはい集まりやすいかなと思ってそこでやりますね。天むすま前でやってるということですね。これ当日は他にもイベントが盛りだくさんなんですか。そうですね。あの今話題のバネ人間もいるんですよ。 昨日もテレビた出てましたしびっくりしたスタジオでジャンプしてたはいなんか最近の新聞とかでもあの表敬訪問したらですね「うん、福田武さんだ」「なんとかなんとか」ってよく出てたんですけど、うん、最近は「バレ人間さんだ」うん「なんとなんとか」ってバレ人間が結構前いきますね、はい、福田さんが「ら」の方にいってるはいそう,そうそう「ら」になってますね <laughs> そしてアスリートコーボ代表さみたいなのってが <laughs> <laughs> 言いましたみたいな変ならええ悪意識ボタン K 大丈夫ですバル人間はちょっとどうしても無理かなと思ってて <laughs>、はい、大丈夫やさはい、はい、またメール来てますよ、はい、チェリーじゃないジラーさんから「うん、福澤さん、えー、と母校でのこれは本気で走ってたんですか?」っていうことで「 ああこの新聞も見たな久米島の小学校の運動会で「はい、六雑さん母校」で参戦っていうサプライズで出ましたねはいわらばあと、のー、ーーと走ってますけど久米島久米島小学校140周年記念だったんですよすごいですねでちょうど僕が小学校6年生の時に100周年になったんですよ、うん、あなるほどだからちょうど40年ぶりに運動会でもうほんとサプライズギリギリまでサプライズで、はい、体育館で一人だけアップして、うん、いきなり登場してすぐ走ったんですけど、うん もうガチで走って、うん、あの負けましたね結局ごめんなさいだからご写真負けてますよ <laughs> ま、ね、<laughs> 前から三番目ですよそうですね最でしたね <laughs> マジでまずマジでちょっと世界一の前にはちょっとあれですけど<っ>ちょっとね十五メートルぐらいちょっとハンディを上げてしまってあなるほどはいで負けたんだまあ一生懸命、はい、<laughs> 花もたしで <laughs> 面白いな。はい いろいろいやってますそかいやでもちゃんとね僕よりも恩返しできてよかったですね。はいあはい、さあということでもうあっという間に時間なんですけど、はい、もうリスナーの皆さんにぜひ参加も呼びかけて、はいはい、見てください。そうですね、はい、えっと、はい、まあ 本当に、あのー、沖縄の新しいスポーツの目玉となるように国際通り大会で、心、うん、ここを込めてあの企画しましたので、ぜひちょっと遊びに来ていただければと思います。いろいろ出店ブースとかも、ね、たくさんありますので、ね、ぜひ、オリジナル T シャツ販売とかね、はい、健康器具体験ブースとかね、はい、10メートルランキング測定会とかね。 自動車の展示自動車の展示もあるんだ、はい、ねえなので皆さんぜひ今度の日曜日1月22日日曜日となっております天むす前に皆さん集合していただけるとすぐ参加できますのでたくさんの方にぜひね参加してほしいですねはいもう,本当にそう思います、はい、そうですね もうあっという間時間ですけどもうなんかいい残したことあります？まあそうですね毎回あっという間にもう終わるんですけど、はい、まあ今年世界大会で出るので、うん、ちょっとまた五年ぶりにはい。 あの注目してほしいなと思いますこの52歳のおっさんをはいヤン世界一早いタケシそうなりたいです最速タケシ最速タケシさんになりますよねヤンヤンタ界のナンバーワンなりたいですねヤンヤ界いやでも本当にそうだと思うマジで一番早いタケシですよね多分ねそうなりたいなと思って外国の人タケシっていないじゃないそもそも考えるとヤそっか確かにすでに1位かもしれませんもうそう今の段階でなヤ ちゃんんと僕が言った通りは結よく僕の周りのスタッフもイーブーさんにもやれてるでしょっていうことをよく言われるんでちょっと肝心な時にはやってますね肝心な時だけ毎回じゃなくてあ毎回じゃなくてはいもうここっていう時にはピッて締めてますピッてやってくださいねはいわかりましたはいということでこの時間のゲストはですねアスリート工房の福里武さんでしたありがとうございましたありがとうございました さあじゃあアンケート戻りまして「複雑さん攻メ眼鏡はしとんでカバンをずっと忘れるらしいんですよ海外行ったら」「トランクケースと丸ごと草刃から歩く人が全部拾ってからに行く」っていう <laughs>、えー「本日も聞いておりますラジオネームヌーローですこんにちはこんにちは」こんにちは「本日のアンサー B です」「まだ私が電話している途中でしょうが」の黒板五郎スタイルです。 会社のマダムがこちらの状況をお構いなしに話しかけてくることが多々ありますが、オーバーリアクションで受話器を高速小刻み指さして電話中っていう合図を送ります。電話してるよっつって。ね。ああヒップさん、今日現場にそのマダムと一緒に出ていて、今一緒に眺めの良いカフェでランチタイムです。メールを打ってる間も食事の最中も、マダムのマシンガントークが止まりません。助けてください。あ、いえな。タイトル、静かにご飯食べたい。<laughs> シンプルやしが心の声だなこれこのまあまあの文章量ですよこの文章もこれ売ってないでもずっと喋ってるんだええなんでかななんで空気読めないのかな飯食ってる時ぐらいちょっと静かにしてって言いたよねなんかねなんかはいはいサイヒプーさんティーチャー進化の皆様こんにちはチーム親子ゴールデンキャッスルやいびんはいこんにちは 本日のアンサー A、大体出ます。授業中以外。そう。先生してんだよね。うん。業者からだったらその担当の人につながるまでに内戦取り次ぎとかするって相手も難儀させるし自分を待つの嫌なんで。そして去年、えー、スマホと連携する腕時計を買ったんですが、LINE 電話。そのウォッチとも車のナビとも相性が悪いし電波も悪いので、LINE 電話は受付拒否しました。 着信履歴入ってたら普通の電話でかけ直してます皆さん着メロ設定してますかワンの携帯は下地勲さんの希望を注げですはい。着メロって今設定できよったっけメロディーもできよったっけあできるのかなんかいろんなね宇宙の音とかいろんなのありますけどねはい。ゴールデンキャッスルさんありがとうございますこ今こ時計で電話できるんだっけ今もしもしって 順にあれだわわらばあの時に未来未来のあれだったのが今本当にできるからねはいそうそうさっきねちょっとゆうきりと話したんですけどなんで今の若者はさこのスピーカー状態にしてから喋ってんのこれ何だったかなあのねトトースト持ちっていう言っ,ってよトースト持ってるみたいさこれ。 トトースっっつってえー、なんでねあれ別に聞かれても大丈夫な話だろうけ宮根助兵衛や <laughs> <laughs> はあんまり俺聞か,れて聞かれたくないけどねあそうそうあの今日「ドゥーチームに激しさよと思ったら電話してるねあね耳あれイヤホンやってね安心まきこ声でドゥーチームにすんばーと思ってあれもねあれできる やりながら喋るって人の前で「いや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 なんでかお前なんか」と思ってねえすごいね今の若者皆さんこんにちはあったかめの東京から国分寺の加トちゃんですこんにちは早速今日のアンサーへ「電話を取って後でかけ直します」と伝えますじゃないと何度もかかってきて今話してる相手が反対に落ち着かないして加トちゃん昔職場から山梨県に電話したつもりが「 インドにかかったことがあるんだけどヒープーさんもちょっと長距離のかけ間違いしたことありますかあるかや。じゃあ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 そもそもよ頭のあれが違うんじゃないの番号が。OK なあったら09897とかこんなのでしょインドは098アランバラにどんなった逆,逆に聞きたいよインドにかけた時何てかけたかっつって。はいありがとうございます。 ももしもしインドですけどって言うんですかね。<laughs> イーブさん皆さんこんにちは。ラジオネームティモシーです。こんにちは。アンサー A なってしまってるけど配慮が必要だよね。あとさ電話してる間にあ電話してる相手に来客があってさ「切られてかけ直す」ってかけ直さない人何ね雑に扱われたなってもうかけないよ。だから人と話で出るときはごめん。電話出ていいって聞いてからの早めに切る。 だねじゃあはいティモシーさんありがとうございますああごめんごめんかけ直すよって言ってかけ直さない人ねうーんいやー電話のマナーいろいろ安藤や全然かけ直すってかけてこないやしっていうのもあるしねシャバトゥーンさんが黒板五郎じゃなくて黒板五郎じゃなかったそうだねうんあ,あれね、えー、田中邦衛さんねあーははなるほどねはい。 えー、チームポッテガスのオレンチ団地ですコンコン今日も空いてますか空いてますよ古い人間ほどすぐ電話取らんと怒るよねーの B 会長は急ぎでも何でもないことを平気で夜とか休みの日にもかけてくるので緊急の案件だけにしてもらうように言ったその会長に夜中「代行を呼ぶ」ってご発信したことはした時は焦ったな代行と会長の番号を間違えて、はい もしもしえっとねあの那覇に一台 <laughs> やたやがみたいね <laughs> なねなんで間違うの近いわけこの電話番号が配置が順番がなんで間違うかなはいありがとうございます誰かによるけどまあアンサー A かな P ですお邪魔しますはいこんにちは誰かわかる電話ならかけ直す 電話番号で入ってきた電話なら、ユンタクしてる相手に顔の前で片手を上げ、すまんのポーズをして出ます。職場の電話を転送にしているから間違いなくお客様。なるほど。取り逃がしたくないと思うけど、結構な率で、インジランけシムタン案件。最近は転送やめようかなと思ったりするけど、私の中の商売人気質が抵抗するんだよね。じゃあ、 わかるなあいたずら電話とか別に何か何か何か買いませんか的な電話っていうことですかねうんいやでもねこれやっぱあのー、昔気質の我々からするとですね固定電話なしでもいいんじゃないとかっていうのもやっぱあった方がいいんですよね転送してもしかして誰かお客さんから電話かかってきたらっていうのがどっかよぎるからね、はい、ありがとうございます。インンンジラン系シムタン案件 <laughs> ヒープニーヤ面白いリスナーの皆さんお疲れ様です。今日も朝からチャーガンジュー、ラジオネーム、右からビンタロウです。はい。ありがとうございます。指定し,してアンサー B でございます。電話は滅多に来ませんが、来る相手はほぼほぼ奥さんから。で、来るときはたいビンタロウの悪さがバレたとき。だから電話を出ません。どの悪さがバレたかなと考え、言い訳を用意し、ドキドキしながら折り返します。が、 下手な言い訳をしてしまうと学生時代倫太郎は相撲をやっていたからか妻から「それがお前の相撲か」と一方的に切られます電話も相撲,相撲も押し切る力が大事ですよではでは皆さん午後もよんだよんなねはいよくわからない開始なんですけどほうほうなるほどねああ言い訳してるのは「それがお前の相撲か」お「奥さんは監督ですか何 <laughs> ですか師匠ですか?」 なんかお前の相撲はって言われるんだ <laughs> なんかお前の取り込みはとかなんかお前のこの土俵際のさばき方は下手くそっつってもっと前からちゃんと当たれ全部相撲用語 <laughs> 面白いなそれがお前の相撲かって言われるんだ <laughs>、えー、こんにちは赤いヘルメットですこんにさて今日のアンケート基本 B です いつだったか夜のお店でイチャコラしてる時に嫁から電話がかかってきてやべってなってたら女の子が出ちゃいなよとか言ってニヤニヤしていましてもし電話に出てたら DVD とかで見るような電話しながらあれやこれやのシチュエーションになれるのかと思って出ようかと思いましたがそういうお店ってアホみたいな音量で洋楽かかってるじゃないですかさすがに出なかったですね嫁と電話しながらのファンタジーってロマンあるけどリスクもあるんだななんて思いましたはい えー、赤いヘルメットさんありがとうございますこれ絶対出ないでしょこれは絶対出ないでしょ,はでしょねはい、えー、はいさい,いつも美人の味方チーム親子代表取締役エロザエルですこんにちは早速アンケートをび。目の前の人優先かな電話取らなくても忙しいのかなぐらいは察知してくれてるでしょうヤシがポケットラジオを聞いていて自分が採用されてる時話しかけてくる人はサオリちゃん以外は殺意を覚えるねカッコテレ ででは時間まで頑張ってください。わの名前読まっとんどやしな、ねま、聞いてない人からしたらななこいつ何言ってるのかなってなるけどね怖がらさんヒプーエロザルはかわいそうな人だよ道を挟んだ向こう側に知ってる田舎が歩いてたのでエロザルが電話かけたらこの田舎が画面の着信相手見てデモせずにすぐポケットにしまいよったってよ。エロザルちむいな <laughs> 見とけよあれはどうしようことでもさやーってって目の前で「いやこいつか」っつってポケットに「<laughs> <laughs> デージャスさや」はいやってきましたよ「昼ボケ」のコーナーということで今日もね一番面白いベストオギリスト決めますよとはいお題宇宙ステーションで密かに行われている行事って何、はい、いいお題なんですよね行いきましょう本日一発目 ラジオネーム「新橋のご意見番」さんの「宇宙ステーションでひそかに行われている行事って何?」「宇宙ステーション内の飲料水は乗組員の尿や汗を生成して作られているので今日はどの乗組員のものか当てるゲームをしている」「これマジの話えーあこれこれ等しいだな。 分かったらやくないなんかなんか嫌だな分かったら <laughs> 続きましてラスブスさんの宇宙ステーションで密かに行われている行事って何 <laughs> ダースベイダー先生の絵本の読み聞かせ昔のあんここ 先生聞「こえません <laughs> こうこう言って全然聞こえないんだよな」「聞こえない」って文句言ったらなんか「フ、うんって言って頭がギーっていったこないからね「あいあいって,って <laughs> 続きましてクラッチカーゴカガシラさんの「宇宙ステージョンでひそかに行われている行事って何?」「各惑星の射精大会」「平和だね」「次書いてみようか」つってね。 うん、ガバン持っていってねガバンリ <laughs> あんな最先端のみ <laughs> 続きまして赤く染まった俺中華イさんの宇宙ステーションで密かに行われている行事って何 <music> 南米大陸を通過するたびに「ブラジルの人聞こえますか?」と叫ぶサバンナ八木さんのやつですねうんうんとね聞こえないんだよ 相当離りと温度や何日か前に大声コンテストっていうのありましたけど <laughs> 聞こえるかや <laughs>、ね、続きましてポロリーマンヨガ講師のスパッツモコミチさんの「<laughs> ね、<こ> <laughs> 宇宙ステーションで密そかに行われてる行事って何 <music> 太陽光パネルを使ってオセロゲームああなるほどねこんな四角四角になってるからねあっつって並んばあれ。 <laughs> はいありがとうございますあれ上に物置いたらダメだと思うんだけどな続きましてヌータロウさんの「宇宙ステーションで密かに行われている行事って何?」<noise>「電話対応は必ず今どこにいると思う?」から入るこれはでもね知らないで電話した人は絶対これ言いたくなりますよねいやにいるバーは。どこにいると思う <laughs> ね「いやいや見えてるぜや」「デージ上から」みたいなね、うん、えちょっとでもこれ行ってみたいな今どこにいるって思うってうね続きまして「半田川のライオンさんの宇宙ステーションで密かに行われている行事って何?」<music>「一国道読んで本物のあれ声が遅れて聞こえるよ」を NASA との通信でやるそして「 NASA 川が「やられたぜ」の雰囲気を出したら飛行士たちが「イエーとハイタッチを交わす、はい、トラブルって思うからねただのねただのトラブルって思って大騒ぎなりそうだけどねうんやが、ね、やられたぜの雰囲気に <laughs> どんな雰囲気やが俺 <laughs> あ珍しいウルマ市の防水屋ー兼燻製屋さんの宇宙ステーションでひそかに行われている行事って何 アンケート宇宙服の中で、A「漏らしたことがある」B「まだない」ねえじゃあ結果発表「A が100%です」みたいなね <laughs> あ「みんなあるんか」みたいなねいやこれ別にアンケート取らなくてもなんかもっとあるだろう調べる方法 <laughs> 続きまして魔法使いサニーのりさんの「宇宙ステーションでひそかに行われている行事って何 誰が一番ブラックホールに近づおっしゃびおいちょっと引っ張られてるよっつってわぎギリギリまで引っ張られてるところまで行ったぜっつってね帰ってこない人何人かいるでしょうねマジでいい、ね、ラスト黒幕さんの宇宙ステーションで密かに行われている行事って何 <music> 月のボコボコを直すための左官講習会 あ,あれパッて梅をしるんだあれあれなんかあれで <laughs> <laughs> いいよやちゃっさかかえことや D 字路や、うん、はいありがとうございますさあ出そろましたじゃあですね本日のベスト荻リストは CM の後発表しますよはいコマーシャルさあじゃあ本日のねベスト荻リスト決めますよ宇宙ステーションで密かに行われてることって何ねねヌーローさん電話対応は 今どこにいると思うって必ず言うも、ね、でも言いたいっすけどちょっとこの言い方が学生みたいだな,なんかな。えー、宇宙ステーション内の飲料水は乗組員の尿や汗を生成して作られるので「今日は誰のものか」っていうのを当てるゲームをするっていうね。うん酸味があるからこれ等しいだな。<laughs> なんかこれ嫌だな会 <laughs> ってないでほしいな今日一これですねラスブスさんダース・ベイダーの絵本の読み聞かせこうこう言って何言ってうか全然分からん「むかしむかしこう」<laughs> 昔昔こ <laughs> まあそもそも <laughs> ダース・ベイダーが昔話読むかっていう話ですけどねうん。 いやー面白いなこれねはいさあ今週もですね非常にこう傑作ぞろいですよね「恩をあばで返すさん外で行き止め合戦せーの」っつってあのヘルメット外すっていう「っ,っ」つってね <laughs> ほら死にラら <laughs> アンダーアンマーさん「えー、5月ナサハーリ」「10月 ナサ綱引き毎月「なさんだかり民謡クラブ」による民謡賞ヌヤが売り <laughs> ヌヤがなさんだかりに <laughs> これちょっと面白いですね毎月やるんだねあれね民謡賞はねうん R&K のパパさん「えー、第931回当たりはどれだ宇宙ステーションねじ外し選手権」。 ね、931回やってるからもうあと56本しか残ってないですよネジが大きいネジが多分これメインのネジじゃないかなっていうねこれあと1個外したらエンジンが取れるっていう <laughs> ほらほらよらおんぐいよシャバドゥーンさん地球まで届け大声コンテストだからあれヘルメット外せないからヘルメットの中で叫んでるだけやんまりうるさいっちゅうにね はいで揃えましたいいですね密かに行われていることねあ <laughs> どれがいいかな一般人が知らないことですよね多分ねはいえー、5月なさハーリー10月なさ大綱引きで毎月やってるのがなさんだかり民謡クラブの民謡賞 七時からやってます夜あの三ステージ泡盛飲み放題ですねぬ <laughs> <laughs> やがなさんだかりんに <laughs> はいおめでとうございますちゃんとステージもあるからね宇宙船の中ちっちゃいねああ最後かちゃ足で締めるっていう <laughs> はいということでまたね来週になるとお題が新しくなりますのでふるって参加してくださいお待ちしております ではアンケート戻りまして皆さんこんにちは SO と申しますこんにちは早速アンサー B 昨日も仕事中に話してる途中に電話が鳴ったけどポケットから出しもしないで取らんかったから取ればって言われたばっかりでしたねでっていう感じのアンケートありがとうございますじゃあ時間まで頑張ってくださいどういうことやかこれでっていう感じの NG ワードがアンドンで T サージだから何とか これ聞いてどうするわけとか。してとかでは ng ワード論で。番組の根幹に関わるんで、ね。<laughs> <laughs> はい。皆さんこんにちは。埼玉のはちみつ一家です。こんにちは。アンケートは話してる相手と関わってきた相手によりますが、どちらかというとアンサー b です。携帯電話はデスクワーク中は机に置いてありますが。 通勤や外出中は会社のカバンに入れてるのでボルボル震えてても気がつきません。大体折り返してますね。またたまたま携帯電話を手にしているときにかかってきてもワンコールではキャッチはせずにファイブコールぐらいを待たせます。相手を確認したり何の用かなと考えるためにワンコールでは取りません。はい。タイトルが要はもう正解ですよね。暇人と思われたくない。<laughs> すぐ取ったらいや暇やんばって思われるってことですかね。<laughs> はいありがとうございます。ファイブコールかでも俺も一応「プルルル誰かな?」でもワンコールでしょあ待ってよこの一つ何かあったかなプルルルっていう間で3コールぐらい多分なってますねだから3コール目ぐらいで撮ってるのが多いかな俺うん皆さんこんにちは茨城県からなくて七節ですこんにちはアンサーはどちらかというと B ですねそしして基本かけ直しませんえー 特に職場の電話は大体急ぎとか困りごととか面倒な話なので静かにやり過ごして他の人にかけてくれるのを期待します <laughs> マジでな俺じゃなくて誰かに電話してってことね <laughs> とらんで大丈夫やんバコっルで七節さんあんたが担当の者のとかじゃないわけ他の人にかけてくれるのを期待します <laughs> 一番チューバーやすさあ<れ>皆さんこんにちはマジュニアの兄ですははいこんにちは基本は電話は後からかけ直すかなでもたまに「すいません」って言ってからに電話取ったのに関係なく話し続けてくる人いるよね電話に集中したいんだけどお隣,お隣さんのメンタルがエグすぎて通話内容が入ってこないわけよいやないや給料あげれで最後まで聞いてますねえどうどういうこと は話してる側がずっと話してくるってこと電話してるのに、えー、<laughs> 考えられないわやいやインチ分からんば電話そうおんのんで分かるしてからさしてからさじゃないわやい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 やお前なんか絶対いや普通止まるだろ話すの鬼やすさ俺ブレーキ父きえねえんばじゃああなとおがか 早町観光大使のただの秋範がお送りする超ローカルに徹したバラエティー番組秋範のパパンパン皆さん知ってましたかこの夜那覇に浦島太郎のお墓があるラジオ沖縄公式ポッドキャストにて配信中んがやばいあああやばいやばい。